Thank you.
すごいね、外パイ生地のようにサクサクなんだよね。できまーす。こぼれる。やっぱり焼く前に白の模様入ってたやつはこんな風に結構模様がでっかく入っちゃってあんまり綺麗な感じに仕上がらないので、あの伸ばした時に最後潰すような感じで伸ばした方が綺麗に仕上がると思います。で、白い部分は必ず切り落とす。それをね、しっかりやるとちゃんとこんな感じの綺麗な渦ができると思います。うん、うまっ。それではまたね。